白雲木は、エゴの機械語の貴族の落葉書を高木。別名、大葉寺社、大葉寺社。樹高は6から15メートルに達する。枝は、新枝では、緑色で、細かい正常毛が生えるが、二年枝になると表皮が、縦に割れ、剥がれ落ちると、暗視褐色になる。樹皮は、開国色で初めは滑らかであるが、古くなると縦に浅く、裂け目が入る。 葉は、個性子葉針は、長さ10から20センチメートル、幅6から20センチメートルと大型になり、頭蘭型から高頭蘭型で、先端は短くお嬢に尖り、基部は円形、または広いくさび型になり、円には、先端が尖った、微細な死ガ状の巨子がある。葉の裏面には、正常毛が密生し、開白色になる。葉兵は、長さ一から二センチメートルになる。花期はから月。 枝先に垂れ下がった長さ8から17センチメートルになる相乗過剰を出し白色の花を20個ほど下向きにつける小花柄は長さ7から10ミリメートルある額はコップ状になり円に5歯があり正常模様が密生する果敢は長さ17から19ミリメートルで5心裂し果敢列片は果敢頭部より長い湯髄は10個あり 果管頭部に着生し、花糸は無毛。果中は1個あり、湯水より長く、果管よりは短い。柿は9月頃。果実は、果てで、直径1.5センチメートルの卵休憩になり、先端はやや尖り、果実の表皮に、正常毛が密生する。種子は1個あり、熟すと果皮が縦に裂け、褐色になった種子と共に果実が落ち、肺状の額が残る。日本では、 北海道、本州、四国、九州に分布し、産地の落葉樹林に生育する。海外では、朝鮮半島、中国に分布する。植栽用途として、庭木、公園木とされ、寺院などによく植栽される。また、材は、器具材、栗物、ろくろ細工などに利用され、種子からは、白雲木油を取る。白い花が連なって咲く様子を、白雲に見立て、 白雲木という、ありがとうございます。